充電をする方法。今日はウラシオンちゃんのもとに質問が届いているぞ。あやあやさん、生活療法を基盤に生活を整え治りかけています。頑張りすぎるのか、全く動けない日が1日数ヶ月に1回来ます。なぜ充電が切れるように寝込む日が来るんですか。それはエネルギーを使いすぎるからだ。メンタル疾患、エネルギー切れを起こす人が多い。でちょっと良くなってきたと思ったら普通に活動してまた疲れてしまう。これよくあることで、せっかく良くなってきたと思ったらまた無理したって一気に悪くなるというか。なのでメンタル疾患の場合においては、携帯電話で電池のマークがあってね、電池の残量がこうやってビュッビュッビュッって減ってきて、半分になって3分の1ぐらいになってくると、あ、充電しなきゃって言ってみんな充電し始めると。メンタルの患者さんの場合は半分で充電しろってことだね。電池の残量がもう半分ぐらいになってきたら、それ以上減るとやばい。普通の携帯だと半分ぐらいまで減ってもまだ1時間とかね、場合によっては2時間とか使えたりすると思うんだけど、メンタルの患者さんの場合は半分まで来て、あと一気にビューッとなくなってくるという、そういうイメージだね、エネルギーを。だからもう半分ぐらいまでしか使わないようにする。自分のそのエネルギー残量、自分のね、このぐらいは自分の半分ぐらいだ、今7割ぐらいだみたいなのあると思うんだけど、もう半分ぐらいまでしか使わないようにして、3割ぐらいまでいっちゃうと、もうあと一気にピューってなっちゃって、エネルギー切れになっちゃってヘタッとなっちゃうんで、エネルギー残量を半分までしか使わないっていうイメージで日常生活を送っていくといいと思うぞ。どうしても無理しすぎる、無理しすぎっていうか、自分のエネルギーの残量とかがよく分からなくなってしまう。メンタル疾患になると、この自己洞察力っていうのが分かんなくなってくる。自分が元気なのか元気じゃないのか、疲れてるのか疲れていないのか、どこまで自分が活動できるのかできないのかっていうのが正しく分かんなくなっちゃうんだね、これが。なので分かんなくなるので、もうちょっとできるかもしれないけど、このぐらいでやめとこうっていう形で、余裕を持ってこのエネルギーを、自分の中のバッテリーを使っていくということを意識したらいいと思うぞ。そうでないと本当に丸1日寝込んだり、場合によっては3日間寝込んだり、あるいはもう本当に1週間寝込んだりするということもね、起こってくるので、エネルギー残量を十分に残した上で、メンタル疾患になったということは、もう本当に電池の容量が、バッテリーが半分ぐらい減ってしまったというふうに理解して、余裕を持ちながら日々の生活していってほしいなとラションちゃんは思うぞ。エネルギー温存しますか、エネルギー使いすぎて病気悪化させますか。せっかくここまで直したんだから、大切にエネルギーを温存しながらコツコツと直していこうぜ。